来た。ああ、ここでどうする。来たね。いや、来ました来ました。入浴帰りですか。入浴帰りではないですけど、そんなとこいじるんですか。そのライブスタイルを何度も恨んだことありますね。いやで、まあソロになって、ソロになりました。で、その前にだから帯を書いてもらったら、もうこれもう絶対吉村、ほんとにあの帯って著名人に小説なんですよ、書いてもらうから、うん、もうどうしてもこれが発生するわけですよ。まあ当然ですよ、プロですから。で、事務所の方もね、飯食わせるわけだから。でも、いらないって言ってくれて、でそら事務所の人も取れないっつって、うん、やったぜっつって、それはおかしい。その前に、そもそも僕はグループからソロになったタイミングで、ソロでこれから始めていきますっていう、うん、まあそれもファンクラブ会員向けの、まあね、インナーイベントをやった時に、ヒデさんに司会をしていただいた時が、ヒデさんがやっぱりノーギャラでっていうからさ、まあ今だけど、俺は絶対もらおうって言ってる。ビダンビダン。いや、まあ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 、そうね、まあそこは、いやだから、まあそこはもうほんと、まあ持ちつ持たれつじゃないですけど、まあね、まあなんか、いや別にかっこつけるつもりじゃないけど、別にいらんし、ほんとにそれに関して、うん、逆にやってあげたいもないし、なんか自分がやりたいというかさ、なんかその司会なんてなかなかないじゃん。で、それ2日間やったんですよ。で、2日間やって、あ、そうだ。で、もう一人。そうそう、はい、2日間やって、で、初日ヒデさんが出ていただいたんですよ。うん、で、最初にまず俺がちょっとコントじみたことやって、はい、で、おいおいってこう、ステージ上がってきたのがヒデさんだから、はい、うちのファンはやっぱ、俺とヒデさんの関係もしてるし、うわー、ペナルティヒデさんだーって、うわーってなったんですよ。ほっとしましたよね。で、で、まあ、で、2日目も同じやりとりをね、まず俺がわーってコント地味たことやって、ポンってやって、で、おいおい何やってんだよって入ってきたのは、響きの小林くんなんですよ。はい。はい、まあまあ、ちょっとね、俺がこの、じゃない、じゃない方の。はい。響きの、じゃないです。で、わーって言った瞬間に、ざわっ。ざわざわ。響かないんです、響き。ざわざわざわ。はい。本当に事務所の方がどうもすいませんでも結果的にはその人に説明したら、あーって感じで、まあちょっと2日目もしっかり盛り上げて。何しろ最近、そういえば体ばっか鍛えて、まあ、体じゃない、そんな鍛えてない、鍛えてない、そんな鍛えてないですけど、今はだからその、あ、アルバム F、 ヒデさんが持ってきた。止めていいよ。おい、ここは主に使え。主にこれはね、去年もう4枚目になりました、ソロアルバム4枚目。いやだから、うん、それこそ僕インスタやってよかったなっていうのが、うん、出すじゃんこれを、うん、あとツイッターとかもさ、うんうん、だからもう見てみます、いろんなところで撮ってるんで、あ、これそっか、だからこれでもう大丈夫ね、大丈夫ね、もう4月1日にあ、リリースだ、ツイッター発売中の、ツイッター発売中ってことで、エロエロくねえわ別に普通にそっちゃないでしょ、映ってないわいやまあね、もうついにもう4回目ということで、でファンモン時代にオリジナルアルバムは5枚しか出してないんですよ。だからもうなんか追いついてきてる感覚もあったりとかして、ね、そのまあ年数だけですよ。まあまあまあ、うん、やっぱりさ、等身大の歌詞になってくる、どうなんですか。そう、いや、まあ、の時代もあるんじゃないな、40の時の想像つかないじゃん自分は、うん、なって初めて、うん、いや、本当っすね。でもまあもちろんね、八王子時代の、うん、そういう友情とかも出てくるんだろう。まあそうですね、まあ、八王子キットっていう曲がまさにあって、ああいいね、浅草キット大好きですよね、うん、大好きです。芸人さん全員好きっていう、ね、そんなこと歌うから、その浅草キットからこうなんかこうオマージュじゃないですけど、これは全部八王子、うん、全然これ汐留、魂歌だね。結局だ。いや、そんなことない、そんなことない。ほんと？なんかさ、俺事前にいただいたもので、ヒデさんからなんか俺あるだろみたいなことを言ってた。あるある。まずね、曲をさ、一緒に作ろうよ。僕たちでさ、いやいや、僕たちで作ろうよ。それでも、いいっすよ。え？いやだってヒデさんは文章上手ですもん。それ本読んで思ったんですけど。いや全然、あとそれはうちのファンも例えば急にね、
知らない、はいはいはい、なんかあの芸人さんとか、うん、タレントさんと、イグジットとかやるでしょ、イグジットとかやりやすいから、ちょっと関係性あるじゃない、俺は加藤さん、イグジットによかったでしょみたいな言われるけど、うん、俺とヒデさんの関係性は、少なくともうちのファンの人たちは知ってるわけだから、でも、そうなの、で、これはお互いプロとして、不採用はっていうわけよ、アーティストのイメージはじゃない、で、本当にこの曲に、自分でこう、さ、書きまくってきた歌詞と違うところで、うん、いや、ちょっと待てと。いや、付き合い長いけど、全然分かってないわけで。ってなったら、却下でも赤入れてもいいよ。で、うん、あ、確かにこういうこと、もうちょいなんかやってくださいって言ったら、真剣にやるから。だから、やろうよ。今まで経験は？あ、ない。あ、じゃあいいっすよ。もし仮になんか、ナオトインティライみたいなことやったら。じゃあヒデさんのなんか文章を生かすとするんだったら、視線がいいな、その最初にメロディーがある、そのメロディー選考じゃなくて、もう自由に文字数とかも関係なく自由に、その要はノートに書く、はいはいはい、でそれを僕が整えてそこにメロディー足す、いや一番ありがたいです、そうなんです、視線が多分一番ヒデさんに合うのじっくり作りますよ。じっくり。なんか、もしかしたらパーッと浮かぶかもしれない。あ、それも大事。あの、なんか、ヒデさんが本当に思ってることがいいな。ちょっとヒントちょうだい。どんな感じ、その、こう、やっぱり、でもあの、応援ソングっていうものを、ね、応援ソングを作ってたし、まあ、ヒデさんは僕よりちょっと先輩ではあるので、なんかその、要は、ね。ちょっと先のね。そう。僕もし、そう、見てない、その40代後半50手前の人生観というか、まあ、今まで歩んできた道のりと、プラス自分がこれから歩んでいく道とか、まあ、そういうののヒデさんの本音をは、うん、あの詩で出てくると面白い。まあ、だからね、本当にね、ちょっとインスタ始めてよかったなっていう、うん、ちょっとね、景色もさ、いいな、うん、この景色とか、うん、例えば夕焼けとかってさ、はいはい、通り過ぎてたのよ、うん、見ながら。うん、ちょっとね、立ち止まってとか、振り返ってとか、そういうことをしたくなってきて、それが多分人生なんだろうね。なんかその辺も書けたらいいね。で、あとはさ、ファンキー加藤って言ったらさ、ジャケット PV ですよ。それ出たいっすよ。見ましたよ。ワンカメショー。ああ、ワンカットのあの、終われない歌ってやつ。そう、で、あの、ワンカットのやつをまんまパクろうと思ってた。やめなさい。ほんとね。でも、なんかさ、チラッと通るとかさ、いや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 、だからそんなそれヒデさんはだそうやって、そうよ、ダメだよ、もうそれも使い方いらんだよ、誰もいらんから、もうとこに空いてるからって、いや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 、もしヒデさんが本当に出ていただけるのな、うん、あればちゃんと物語用意しますよ、本当ガッツリ出てもらいます、それはそれでさ、なんか俺もしんどいんだよ責任が、例えばよ、たまたまその曲がさ、今までで一番売れなかったの、絶対売れなかった、そんなんじゃなくて、もうほんとひょっこりな感じで、逆に毎回チラッと毎回から5作品で、それちょっと面白いですね、そうで、逆にそっちの方からあのヒデさんの YouTube チャンネル回してもらったら、あー嬉しい、面白いですよね、そうそう、毎回ちょっとだけ言いますよ、はい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 、気づいたみたいな、はいはいはい、がいいな、それ面白い、うん、あとなんかあったかな、そのカトちゃんカレンダーとか撮りたいカトちゃんカレンダーロイヤリティで生きてきたんですよカトちゃんカレンダーは僕の事務所で作るから、それはカトちゃんそれはヒデさんは介入させないっていうパーセンテージは守るっていうね、ここ断絶ぐらいの言い方まあちょっと最後なんかいろいろ聞いときたいんだけども、こっからも40代ね、はい、スタート切ったわけよ、はい、どういう10年に、どういう歌うとか、どういう人に、だからもう、やっぱこう、うん、しがみついていく、その、はい、様をエンターテインメントしていくしかないかなと思うんですよね。俺それかっこいいと思うよ、うん、今の現状にしがみついて、そうしがみついて、あの、言い方してる、やっぱダチョウさんとか、うん、出川さんってめちゃくちゃかっこいいの、芸人から見た時に、いや、あの人たち芸人の外から見たら、あ、本当としてもやっぱかっこいいっすね、でしょ、今のスタイルをもうやれるだけ、そうできる、死ぬまでっていう、そうだからもう這いつくばって、もう向かい風の中で出ないとしても、はい、這いつくばっていく様をやっぱ歌にしていけばいつか
立ち上がれる時もあって、はいはいはい、あのちょっとだけ光が当たる瞬間もこの先あるんじゃないかなって信じながら、うん、だからある意味ではファンモンの、ね、デビュー当時に抱いている感覚を今一度自分の中に、うん、置いてるような感覚ですかね。私なんてもう常にですよ、うん、まあ流行りに合わせ怒られないように制作の意図に答えて私はカメレオンだよ。それができるのはやっぱりヒデさんのすごいところだと思います。いやいや、なかなかカメレオンになれないですって。もう年相応のことをやるしかないの俺は。やっぱある程度自分の中でそのなんていうのかな、こだわりだったり、まあ、年取れば取るほどやっぱ思考回路も固くなってきて、うん、ね、だからなかなかその色に染まっていく、上から言われることにね、こう反発したり、うん、それこそおじいちゃんとかにこう頑固な人が多いっていうのはやっぱりもう自分の中で固まってしまったらね、うん、その思考回路があるっていうよく言いますけど、うん、そこはやっぱこう柔軟に対応できるっていうのもヒデさんのすごいところだと思いますけどね。もうちょっとまあでもなんかやっぱり自分らしさは忘れずに、ね、まあらしさは忘れずですけどいきたいと思いますよまあそうね、いつも年は取るわけだし、うん、そうですね。いやいい話になっちゃうんですよ、結局ヒデさんはね、やっぱね、結構ね本当にいい人だからねもう本当これね、なんかいつもなんか飲み会とかでも結構最後の方、ちょっと感動話みたいな、まあ、なりがちじゃん全然覚えてないけどね二人でいろいろ話したいことも話せたかな。話せましたね。まあこれからも、はい、お体に気をつけて。あ、すいません、ありがとうございます。いいお友達としてもよろしくお願いします。ありがとうございました。飯行きましょう。飯行きましょう。ありがとうございました。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。